スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキー、スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキー、スタニスロー・オーガスト・パネヘトフスキー、1732年1月17日から1798年2月12日は、ポーランド・リトアニア共和国の最後の国王、在位、1764年から1795年、スタニスワフ二世・アウグストとも呼ばれる。5月3日憲法によれば、 以下の通り、ブジェスチ近郊のチン、に生まれた。元の名前は、スタニスワフ・アントニー・ポニャートフスキ、スタニスロー・アントニー・パネヘトフスキーといった。父スタニスワフ・ポニャートフスキ伯爵は、啓蒙主義者で、チャルトリスキ家の指導する党派、ファミリアの一員として、頭角を表した。1752年、20歳になったばかりの、スタニスワフは、国会議員に当選し、 その雄弁さによって注目を集めた。スタニスワフが若くして国政に進むことができたのは、共和国でも最有力の貴族家門の一つであるチャルトリスキ家のおじたち、ミハウ・フリデリク・チャルトリスキ公爵とアウグスト・アレクサンデル・チャルトリスキ公爵の支援に追うところが大きった。1 7 5五年、スタニスワフは叔父たちのおかげで、リトアニア大全館の地位を手に入れ、 ロシア駐在のイギリス大使、サーの秘書として、サンクトペテルブルクに赴任した。スタニスワフは、エリザベータ女帝と、最初アレクセイ・ベストゥージェフ・リー伯爵の覚えもよく、作戦講師として、ロシア宮廷に出入りする資格を得た。スタニスワフは、ロシア宮廷で後に、女帝エカチェリーナ二世となるエカチェリーナ・アレクセイ・エーブナ、大公妃と知り合った。 エカチェリーナはこのハンサムで有能な若いポーランド貴族に入れ込み他の愛人たちをすべて捨ててしまうほどだった。スタニスワフとエカチェリーナとの間には娘のまで生まれたが、スタニスワフは1759年ロシア宮廷の陰謀事件に巻き込まれて帰国せざるをえなくなった。1762年によってエカチェリーナ二世が即位し、その直後にポーランドで アウグスト三世が没すると、女帝は、元愛人のスタニスワフを大いにつけて、ポーランドへの影響力を強めようとした。派遣されたロシア軍を後ろ盾にした、チャルトリスキ家のファミリアがクーデターによって、政権与党となり、1764年9月7日に32歳のスタニスワフが、ワルシャワ郊外のボーラで、ポーランド・リトニア共和国の国王に選出された。スタニスワフは、 先代の二人の国王の名前を取って、スタニスワフ・アウグストと名乗った。また一部の人々からは、ポニャートフスキ家の紋章に由来する、オウシチ・オレックというあだ名で呼ばれていた。スタニスワフの戴冠式は1764年11月25日に、ワルシャーで執り行われた。国王の王子たちは、アウグスト・アレクサンデルの息子アダム・カジミエ・シュチャルトリスキを国王にしたいと考えていいが、 アダム・カジミエシュ本人が辞退してしまっていた。チャルトリス・キケはスタニスワフが自分たちをないがしろにして国政を運営していくことをよく思わなかった。スタニスワフはファミリアの改革構想を基本にした経済改革に着手したものの1766年におじたちと決裂した後は改革は進まなかった。百六十八年、ポーランド・リトアニア共和国は法的に ロシア帝国の保護国になった。保護国家に反対する貴族たちは、バール連盟を結成し、フランスやオスマン帝国の支援を得て、ロシア軍との戦いをした。バール連盟は1770年10月に、親ロシア派のスタニスワフを国王と認めないと宣言したため、スタニスワフは、ロシア軍に対する支持を貫いた。翌1771年、スタニスワフは、 連盟の参加者たちによって、ワルシャワ郊外で一時的に誘拐され、軟禁状態に置かれている。1772年、スタニスワフの抗議も虚しく、第一次ポーランド分割が行われ、共和国の領土、人口のおよそ三分の一が失われた。国王は、マグナートたちの容赦のない非協力的な態度に、直面して、何の対策も講じられなかった。こうした状況にあって、 スタニツワフは、領土分割の黒幕である、ロシア大使、オットー・マグネス・フォン・シュタッケルベルク伯爵に依存せざるを得なくなってった。一方で、スタニツワフは、文化や教育に関する政策では、共和国に大きく貢献していた。国王は1765年に、騎士学校を創設した。同校は、共和国に奉仕するエリートの育成を目指すもので、 タデウシコシュシュコラを排出した。また1773年、スタニスワフは世界で最初の国家教育省である国民教育委員会を設立している。スタニスワフはすでに1765年からポーランドにおける啓蒙主義を牽引する週刊新聞、モニトル、紙を発行していた。国王主催の木曜晩餐会は 首都における最も重要なサロンの一つだったし、また、ワルシャワ国立劇場を設立したのも彼であった。1783年、ないし1784年、スタニスワフは愛人エルジュビエタ・グラボフスカと秘密結婚した。エルジュビエタは、元はヤンエジ・グラボフスキという貴族の妻であったが、秘密結婚の前にスタニスワフとの間に何人かの子供を設けていた。 1788年から1792年まで開催された4年議会では、スタニスワフはそれまで対立していた愛国派の人々と手を組むようになり、両者は協力して1791年5月3日憲法の制定にこぎつけた。憲法の制定過程で、共和国の世襲王政への移行が決まると、スタニスワフは、 自分の一族をポーランドの世襲王家にしようと考えたが実現せず、先代の国王アウグスト三世の孫である、ザクセン先帝公、フリードリヒ・アウグストが、王位継承者に選ばれた。間もなく、憲法の廃棄を求める、パルゴビツ連盟が結成された。連盟は、エカチェリーナ二世に協力を要請し、1792年5月に、ロシア軍は、 ポーランド・リトアニア共和国内に進軍し、ポーランド・ロシア戦争が開始された。スタニスワフが、フルゴ・コーン隊、ラの助言を受け入れて、パルゴビツァ連盟に参加すると、ポーランド国王軍の指揮は衰え、それまで国王軍を指揮してきたタデウシコシチュシコや、国王の甥い、ユゼフ・アントニ・ポニャトフスキ公爵による奮戦も無駄に終わってしまった。戦争は、ポーランド側の敗北に終わり、 新憲法は廃止され、翌1793年には、ロシアとプロイセンによる第二次ポーランド分割が完工された。1795年10月24日、第三次ポーランド分割が行われると同時に、ポーランドリトアニア共和国は消滅した。1ヶ月後の11月25日、スタニスワフは強制的に退位させられた。スタニスワフは、 サンクトペテルブルクへと今を移し、半ば監視状態に置かれながら、ロシア政府から多額の年金を支給されて、余生を送った。1938年、スタニスワフの遺骸は記事であるボウチンの教会に運ばれ、さらに1995年、ワルシャワの西安大聖堂に移された。そこは1791年5月3日。 彼が自ら寄贈した憲法の発布を祝福した場所である。スタニスワフアを改築し、美しい和前期公園を建設した。彼は古い貨幣のコレクション、絵画のギャラリー、版画の印刷室を所有していた。またスタニスワフはワルシャワに大きな美術館を建てる計画も持っていたが、これはポーランドの崩壊によって挫折した。彼が収集した絵画のほとんどは、 現在ロンドンのダリッジピクチャーギャラリーで見ることができる。また1777年、天文学者は、ポーランド王の名を記念し、ヘビ使い座の北東部にある V 字型に並んだ五つの星を、ポニアトフキーの王子座、トーラスポニアトビーと名付けて独立させたことがある。この星座は現在は使われていないが、フラムスティードの星図などには、この位置に王子の姿が記載されている。 http://pl.rodovid.org wk spcjalna3 e 46352楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。